ねえ聞いてよ。何？水木がさ、ほんとムカつくんだよね。なんで？なんでってあんた、ギャグ？あいつ見てムカつかないやついないっしょ。ああいうやつにはさ、自分の立場ってのを教えてやんなきゃいけないって思うんだよね。だからいじめたの？いじめてないって。人聞き悪いからやめれ。あっしはクラスのために一肌脱いでんの、分かってんでしょ？そっか。とりあえずあいつくせえからさ、一番臭い上履きを処分してやったわけよ。だから水木ゴミ箱あさってたんだね。そうそう、古事記みたいで傑作だったよね。あれ見て思ったよね、ああいいことしたって。泣いてたよ。ん？マジ？それは見逃した。見たかったな。でもそろそろ限界っしょ。あいつこのままだと学校来なくなるだろうし。だね。上履き捨てたし、教科書も捨てたでしょ。何しに学校来んだろうね。もしかして M だったりして。この前も遠行してるって噂流してやったら、先行に呼び出し食らってたしな。あれって緑が流したデマだったんだ。知らなかったっけ？なんか先輩に告られたって聞いたから、先輩の耳に嫌でも入るようなインパクトが欲しかったわけよ。でも失敗したね。なんか一瞬でデマってことで片付けられたのが納得いかなかったわ。実際デマだから仕方ないんじゃ。確かに、次はもっとうまくやるわ。そっか。そういや、水木って兄ちゃんいるって知ってた？うん。あら、あっしだけ知らなかったのか。まあいいや、今度さ、水木の兄ちゃんも巻き込んでさ、困らせてやろうと思うんだけど、茜もやらね？いや、それはさすがにやりすぎじゃない？なんだよ、正義の味方かよ。一緒にやらないと今度はあんたいじめるよ。嫌でしょ？水木のおかげで他の人は平和に生活できてんだよ。わかるよね？もう水木に足向けて寝られねえな。あ、そうそう、忠告だけしとくけど、先行には絶対にチクんなよ。もしチクったりしたら分かってるよな。そんなことしないよ。だよね、茜のそういうところ好きだわ。私は緑のそういうところが嫌い。は？あんた今何言ったか理解してる？ちょっと駅前のファミマまで来なよ。いいけど、後悔するよ。は？おめえが後悔すんだよ、バカじゃね。じゃあすぐ用意するから。逃げんなよ。緑もね。逃げるわけねえだろ。それを聞いて安心した。ずいぶん強気じゃねえかよ。うん、一ついいこと教えてあげようか。その言い方ムカつく。あんたそんなムカつくやつだっけ？実は水木って私の幼馴染なんだよね。何それ、めっちゃ笑えるんですけど。でね、私たちの地元ってどこだか覚えてる？何それ、意味わからんし。この間不良同士の喧嘩がニュースになったの覚えてない？知ってるけど何？その現場が私たちの地元だから。その喧嘩したグループに私のお兄ちゃんと水木のお兄ちゃんが所属してるんだよね。え？このラインさ、今お兄ちゃんも見てるんだ。卑怯だぞ。水木のお兄ちゃんも今からファミマ来るって。何それ、意味わかんない。もちろんお兄ちゃんも行くから。足行かねえし。自分は逃げるんじゃん、ダッサ。別に来なくてもいいけど、水木のお兄ちゃんめっちゃ怒ってたから、夜道には気をつけてね。そうそう、私に何か報復的なことしてもいいけど、その時はお兄ちゃんが黙ってないかも。